ボーイズタウンは太陽国パッタヤーのゲータウン。ソイ13、4とサウスストリートの間にあるソイ3に位置している。ボーイズタウンは1980年代にパッタヤーで最初のゲイの交流の場として設けられた。ほどなくしてここは旅行者や地元住民を問わず数多くのゲイたちが集まる人気の高いナイトライフの場となり、ホテル、パブ、レストラン、 キャバレーショーバー、ゴーゴーバーなど、様々な店などが集まった。1990年代から2009年にかけて、この地域はもっぱらゲイたちが頻繁に集まる場所であった。しかし、2010年に大きな変化が生じた。パッタヤ南部の中心市街地に位置する当地の立地が注目され、ゲイではない旅行者たちから滞在先として選ばれるようになっていったのである。ボーイズタウンでは、 その数十年に及ぶ歴史の中で、事業主たちは、パッタヤーゲーフェスティバルと称し、2010年以降は、パッタヤープライドと解消した財団を通して、活発なチャリティ活動を展開してきた。集められた資金は、HIV やエイズに関わるプロジェクトにも提供されている。ありがとうございます。